クオンでは、ベトナムの皇族、独立運動家。ベトナム元朝初代皇帝、ザーロン・ミカドの末裔。1915年に、日本に亡命し、現用者などの支援を得て、南和夫という偽名で活動した後、日本で没した。クオンでは、笛にて、元朝の始祖吉高ミカドの長子、英英皇太子元副系の直系四代目として、生まれた。名は、 現福民。当時のベトナムは、フランスのインドシナソ督特府の圧政下で疲弊していた。クオンでは、ベトナム独立を志し、革命家ファンボイ、チャウの幸仏組織ベトナム維新会のトーク日の座につく。チャウは1905年、独立への助力を請うため、日本へ密航する。翌年クオンでも、チャウを追って、日本へ上陸した。1909年に、日本を離れて、 中国や欧州などで活動した後、犬飼い武士や柏原文太郎らを頼って1915年に再び来日し、亡命外国人支援で知られる新宿中村屋の相馬愛蔵、相馬黒光夫妻のもとに身を寄せた。1940年の仏印新中に協力した。戦災で家を失ったため、慶応大学教授、橋本桝吉の自宅に階を借り、 家政婦の安藤知恵とその老いの安藤茂之と三人で暮らし始め、戦後 GHQ に帰国を直訴し、来日時に用いた中国人名を使って1950年7月に万国行の船に乗ったが、フランス大使館から連絡を受けた大政府が上陸を拒否したため叶なわなかった。1951年4月6日、亡命先である日本で肝臓癌により隠し、 69歳坊主。遺骨は、笛郊外の墓地に埋葬されている。美貌で知られた妻のレテーチャンとの間に、息子二人がいたが、ベトナムを経って、以来二度と会えなかった。晩年に同居していた、家政婦の安藤地へと1940年に、台湾の友人を訪ねた際に、友人家族と撮った写真が、クオンデが日本で作った家族として、 ベトナムでルフし、知恵が面倒を見ていた老いの安藤茂之が、クオンデと知恵のこと誤解され、ベトナム国民を落胆させた。ありがとうございます。